エガちゃんです。よっしゃー来たぜー。エガちゃんさん、おチャンネル登録者数が150万人を突破しました。うわドーンドーンドーン、すごいことだよ。すごいですね。なんかワイドナショーでやってたよ。見ました。アッコにお任せでやってたよ。びっくりした。サンジャポでもやってましたね。そサンジャポでもやってたよ。ありがたいですね。ドーン。今回はツイッターでまあ、そのエガチャンネルを応援してくださっている皆さんから江頭さんに質問を募集してみたんですよ。うん、あの一応150万人達成したっていうことで、うん、そしたらもうすぐに3000件以上の質問が届きました。嘘、頭おかしいやつら3000人もいるってことだよ。なのでその質問にちょっと今回はガチで答えていただこうかな。よーし、わかった。何でも答えてやるよ。 NG なしで大丈夫ですか？ OK！ じゃあ、まあいっぱい質問来てるのでもうどんどん行こうかなと思います。はい。エガちゃんの好きな食べ物は何ですか？ハマチの刺身。ハマチの刺身が好きなんですか？それなんで好きなんですか？いや、ハマチ油乗っててすっげーうまいじゃん。そうですね。エガちゃんって自炊しますか？ブー。もうしないですか？もうご飯どうしてるんですか？そうするとライフってところで、はい、あのお惣菜を買いに行って、はい、それで飯食ってる。ライフスーパーですよね。ライフ、はいはいはい、うちの近くにあるんだよ。中野の方に。中野。中野のライフにいらっしゃるんですか？中野のライフに行く。いいともでやらかして出禁になってしまった話を教えてください。要は、はい、橋田須賀子にキスしたんだよ。俺がサプライズでいいともで登場したんだよね、はいはい、そしたら向こうが、はい、あっこの人トルコで裸になった人って。はいはいはい。で俺はコーナーを進めようと思って、はい、もうそれ無視してたんだけど、はい、何回も言うのよ。橋田須賀子が。でこの口を封じるにはこの口しかないと思って、またトルコでって言った瞬間俺がブチューンってしたんだよ。そしたら加藤と、はい、極楽の加藤さん、極楽の加藤と、はい、慎吾ちゃん、はい、その時いたんだけど、はい、強引に剥がして、はい、もう引っ張ったからだ。そして最終的には13年間出禁になった。長いですね。長い。座右の銘は何ですか？それはみんな知ってると思う。はい。ワンクールのレギュラーより一回の伝説。おお。これは、はい、このエガチャンネルでも実践してきてることだと思う、はい、一番好きな本は何ですか？週刊プレイボーイ。
雑誌ですね。うん、あれもう毎週読んでるんですか。大体毎週。へえ。やっぱグラビアがいいね。昔はボムとか読んでたけど。おお。あ、じゃあ好きなグラビアアイドルとかいらっしゃるんですか。今誰だろう。いや、基本的には優香ちゃんが好きなんだよ。ああ、優香好き、すごい好き。これちょっと小耳に挟んだ話なんですけど、優香さんとなんか共演するみたいなお仕事があったんですけど、それをマネージャーさんが断って、江頭さんがマジ切れしたことがあるって噂聞いたことあるんですけど。なんで断んのかね、ほんと。それ何の仕事だったんですか。ね、その仕事の名前は忘れちゃったんだけど、とにかく NG になっちゃったんだよ。マネージャーさんが断って、うん、あまりにも好きすぎて素の部分が出てしまうからって言って。で、マネージャーさんが断ったんですか。はい。エガちゃんは休みの日は何をしていますか。これがね、はい、スポーツクラブ行ってこの前お聞きしましたけど、山田トレーナー、山田トレーナー、まあけどジムといっても前後入れても3時間ぐらいで終わっちゃうじゃないですか。はい。他の時間は何をされてるんですか。大体オフの時は、はい、もしくはあ、よかったです、安心しました。好きな芸能人を教えてください。鈴木京香。あ、好きな芸能人。優香も好きだけど、はい、鈴木京香好き。あ、やっぱりプリンとしてるから。一回結構多かったのがですね、そのタイツは何本持っていますか。これは、はい、20本ぐらい。多いっすね。チャコット製。チャコット製なんですね。高級タイツですよね、チャコット。チャコット、バレエ専門店。じゃないとピョーン、ほらこんなに伸びないよ。なるほど。あ、バレリーナのタイツなんですね。そう。あ、なるほど。あれ20本って言いましたっけ。うん、20本。なんかタンスの中に入ってるんですか。タンスの中に入ってる、一番上、三段目の一番上。まあ全部もうチャコットのタイツが。タイツ。それで、はい、もう一つ言いたいのが、はい、うちのマネージャーの久保っていうやつにもちゃんと持たしてる。あ、はい、なんでかって言ったら、はい、俺が忘れた時に、はい、あいつが持って、はいはいはい、ちゃんとやってくれるように。一枚いくらぐらいするんですか、チャコットは。7,770円。エガちゃんはどうして上半身裸にクロスパッツというスタイルを思いついたのですか。これは、はい、あ、こっちだった、はい、これは、はい、テリーと、はい、朝やん、はい、元気が出るテレビ、はい、あの人が、はい、上半身見せた方が、はい、笑いが取れるって、はいはいはい、だいたい全身タイツだったのよ。あ、その前は。ほうほうほう。かぶってたの、フードも、はあ、ブリーフだよく聞いて。それを、はい、チャック開けて、はい、ここで縛ったのが最初。へえ。そこから、はい、もうこれ縛っとくのも面白くないから、はい、なんかないかなと思って見つけたのがチャコット製。なるほど。続いて、まだあんの。まだあります。いや、3000来てますからね、質問。頭おかしいやつが3000人いるってこと。モーニング娘。と過去に何があったんですか。
あのねモーニング娘。の前で全裸になって共演 NG になっちゃった一時共演 NG 時代があったんですよね。はい、その後プスマのアイドルダンス部であのモーニング娘。と一緒にやった。その時はメンバーが変わってたけどね。はいはいはい。あれで共演 NG が解けた。ああ、ちなみにどなたが一番ショック受けてたんですか、裸になっちゃって。つづちゃん江頭さんが尊敬している人は誰ですか。なんとなくですやっぱり俺憧れの人は、はい、やっぱこの世界入ったきっかけだったのはたけしさんだね。あーオールナイトニッポンをやった頃のたけしさん、やっぱりその時の喋りっていうので俺あれがなかったらこの世界に入ってないから、それは強烈にあれによって芸人になったから。なんか弟子入り志願したみたいな、うん、弟子入りしようと思ってオールナイトニッポンに待ってたんだよ、はい、あの東京に出てきて芸人になろうと思ったのもたけしさんのおかげだし、たけしさんのまず弟子にならなきゃと思って、はい、出待ちしてた、はい、でもたけし軍団っていっぱいいるじゃん、はい、その時にちょうど大川工業、はい、なんかアルバイトしなきゃと思って、はい、大川工業の募集があって、はい、そっちに行った。出待ちした時はたけしさんとは会えたんですか。いや会えなかった。ああそうなんですね。で多分たけしさんの弟子になったらそれだけで落ち着いたと思うんだよ。はいはいはい。あのこれでもう十分だと。ああそれ満足しちゃった。満足したと思う。大川工業入ってそれでやってたから逆に良かったと思う。ああちょっともうハングリー精神も。そう。いい話ですね。ちょっとなんかいい話で終わっちゃうとあれなんで乳輪は大きいのと小さいのどっちが好きですか。あ、乳輪はもうアーチェリーの標的ぐらいの人が好き。バッテンテープを剥がすときは痛くないですか。すごい痛いよ。毛がいっぱい抜けるんだよ。すごい痛いよ。ちょっと取ってみようか。おらすごいだろこれ。真っ赤だよ。これが毎回だよ。よし150万人ありがとう。そして草薙待ってるぜ。